どうも、リキさん。どうも。あれ持ってきてくれました？はい。はい。今日は、ブーツ。ブーツね。はい。お気に入りの。愛用のブーツですね。はい。それはどちらの？ブランドストーンっていうブランドのものなんですけど。はい。これ知ってます？実は私も持ってます。あ、持ってるんですね。持ってるんですよ。最近ちょっと力入れてますよね、多分。そう、僕買ったの去年かな、うん、なんか、はい、いろいろ周りでよく聞いて評判を聞いたんで、買ってみました。すっごい丈夫で、うん、もう、本当にね、うん、どんなシチュエーションでも、はい、ハマるんですよね。はい。っていうのも、これサイドコアじゃないですか。うん。ね？サイドコア。サイドコアって結構ドレッシーなイメージ、僕あるんですよね。ありますね、なんか。チェルシーブーツが言いましたっけ。そうね、だからイギリスの方で、そう、うん、そういう印象があるのに、うん、こいつアウトドアなんですよ。アウトドアですね、完全に。そのミックス感が良くて、だから、うん、なんだろう、ちょっとハードな格好にも合うし、綺麗めにも合うんで、うん、はい、すごいね、これ重宝してて、はい、実はこれ2足目なんですけど。2足目、はい、で実はこれ日本で力入ってるのこのブランドストーンっていうブランドなんですけど、はい、実は私の1足目はこのジャン見た目一緒でしょほら、え、両方ともブランドストーン違うの、こっちロッシー。ロッシー、そう。いや、ロッシーはね、僕知らないんですよ。これ見た目どう、同じブランドに見えない？まあほぼ一緒、ほぼ一緒だよね、はい、そんなことあるって思うんですけど、うん、ちょっとブランドストーンの方が丸っこいかな、あ、ちょっと塔の感じとか、まあ、この包み込む感じとかね、ほんとビサですけどね。ビサだね、うん。これなんでこうなの？これ2つともオーストラリアのブランドなんですよ。あ、ロッシーもオーストラリアなんですね。でロッシーも100年、はい、ブランドストーンも100年以上なんですよ、はいはいはい、で100年前からブーツ作ってて、うん、なんかオーストラリアはこうなっちゃったんですね。あー、なるほど。変わらない定番の形みたいな。が、これなんでしょうね。そもそもね、ごめんなさい。はい。僕、園芸とかガーデニングにいいっていう評判を聞いて、いや、濡れても大丈夫。はい、そうそうそう。両方ともそうなんですけど、うん、オイルドレザーで、うん、もう全天候型ですね。雨でも全然大丈夫。ね、僕結構雨の日にブランドストーン履くんですけど、はい、染みてこないじゃないですか。全然。僕、てっきりそういうガーデニング系の人が履く靴だと思ってました。これ、はい、どうやって買ったか言っていい？お願いします。これそもそもは僕オーストラリアに行って、はい、ちょっとねヒッピーな感じのとこ行ったんですよ。ヒッピーってわかります？ヒッピーわかります。なんか自由な人たちが多いな地域があって、オーストラリアに、はい、へー、まあ、バイロンベイっていうところですけど、はい、まあ、結構ハッピーな感じなんですよ、街全体が。で、知らなかったのね、このブランド、うん、全然、はい、で、なんで知ったかっていうと、これ、ま、マジな話なんだけど、うん、オーストラリア人って裸足なんだよ。嘘でしょ、マジで。いやいやいや、本当に裸足なの。日本人がみんな下駄履いてるみたいなことでしょ？裸足か、これなの。本当ですか？いや、これ、本当に俺、脚色してない。バイロンベイではそうだった。バイロンベイではもう裸足かこれなの。若者が。へぇー。で、やっぱさ、まあこういう言い方すると良くないかもしれないけど、もうすごいスタイルも良くて、ブロンドで、なんか、デニムをカットしてるようなさ、女の子とかがこういうの履いてるの、実は。逆に。なんか想像の中ではすごい可愛い。可愛いでしょ？で、ロンティーとかを中に入れちゃうみたいなさ、ボーダーとかの。はい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 。しかも別におしゃれでやってる感じじゃない。じゃないんだよ、感じね。でも、すごい、それが、すごいみんな自由で、かっこよくて、はい、うん、わ、これすごいこの人たちなんか自由だなと思って。だスーパーとか入るのだって、裸足だよ。本当に？いや、ハワイのね、ワイキキビーチ沿いだったらわかるっすよ。あのノリ？ね、別に、なんだろう、普通、日常どっちかというともっと。はーい、行ってみたいかな。もうみんな裸足なんだもん、だって。裸足かこれだもん。落差すごいでしょ？うん、すごい。
で、だからこれどこで買うかっていうと、うん、日本だとちょっとおしゃれなセレクトショップとか、うん、そうですね。に置いてるようなイメージなんですけど、うん、俺、これあの、ホームセンターで買ってる。オーストラリアのホームセンター。そう。だから本気者なのよ。へぇー。はい。という話でした。なので、あの、別にガーデニング用とか、うん、アウトドア用とか、うん、まあちょっとわからないですけど、多分それらをすべて、扱うてるようなホームセンターで売ってるんで、間違ってはいないと思います。なるほど、なるほど、はい。で、これを1足目買ったんですよ。はい。僕その時すごく覚えてます。オーストラリア出張行かれて、そう。あの、戦利品教えてもらった中の一つに。そうだよね。インスタも上げてましたね、その時ね。もうこれ、ほんと好きなの。もうだいぶ飽き潰しますね。そうだね。でも意外と、かかとも減ってないし、ソールも減ってないし、すげえ丈夫だな、これ、うん。これめっちゃ履いてるよね、これね。めっちゃ履いてます。で、最近このブランドストーンっていうのが、ここ数年でちょっと目にするようになってきて、日本で。そう。僕はね、あの、スタイリスト熊谷隆さんが、はい、ガーデニングにハマってる時期に、履いてたんですよ、よく。それでちょっとファッション業界方面では、パッと一瞬流行ったんですよね。それ何年ぐらい前ですか？いや、結構前ですよ。もうだって、うん。結構前だもん。あ、そう、でもなんか、ね、俺最近なんだよね、これを、こう、一般的に目にするようになったのは。あ、うん、じゃあ俺がこれ買った頃にはもう流行ってたの？流行ってたっていうか、履いてる人いたってことにもね、そういう意味で。ね、マカさんが履いてたってこと、はい。そう。これ何年前だ？ 4、5年前じゃないですか？もっと前なのかな？あ、これあれだ、俺でも、完全に4年前以上だ。うん、下の子いないから、その頃にはもう履いてたってこと、うん、熊谷さんは多分おしゃれだね、やっぱ早い。あの人ね、ほんと早すぎるんですよ、いろいろと。いやいや、ちょっと待って、ここ使えないかもしれない。当時はそんなに日本でメジャーじゃなくて、この形のブーツ、うん、オーストラリアのブーツが、いや全然メジャーじゃなかったなかったですよね、うん、で、たまたま俺は行って、うん、見つけて、うん、すごいハッピー。でもここ数年でこっちを見るようになってきて、はい、これも買ってみたっていう感じなんですけど、はいはいはい、うん、まあでも履き心地はね、このブランドストーンもすごい良くて、はい、そもそもやっぱこのアウトドアのブーツって、うん、結構ほらレースのもの多いじゃないですか。うん、レースアップ。そう、レースアップのもの多いじゃないですか、うん、はい、そうすると脱ぎ履きめんどくさくないですか、正直。めんどくさいです。だから本当にこのサイドゴアって、うん、履きやすいし、でアウトドアブーツってそのどんな場所でも履いていけるじゃないですか。履いていける、考えずに、はい、それこそ雨でも考えないです、履けるじゃないですか。本当にそう。そう、迷ったらこれっていうなっちゃうわけ。履きやすいし、どこでもいけるから。もうオーストラリア人の発想ですね。あ、いつの間にか俺そんなこと。で、なんかそんなあったかいとか暑いのにブーツっていうのもなんかかっこよくないですか。なんかローカットじゃないですよ。確かに、アグとかもオーストラリアですもんね。そうですね。ロッシュってあんま見ないんですよね、日本で。日本では全然見ないです。でも、調べるとちょくちょく出てくるんですけど。でもなんかちゃんとした代理店があってやってるような感じはないんで。ロッシーはオーストラリアで買ったんですよね。はい。オーストラリアドル。いくらぐらいでした？1万5000円ぐらいです。円で？うん。ブランドストーンは？こっち2万7000円ぐらいです。日本で買ったんですか？日本で買ったんです。結構倍ぐらい違います。まあ近いよね、倍にね。なんかさ、最近ってさ、海外の値段と日本の値段って結構近くなってきてるじゃないですか。海外行ってから安いってものってそんなになくなってきてるっていうか。なくなってきた。はい。だからこれに関しては、もうオーストラリア行ったらぜひ買ってほしい一品ですね。行きたい。で、ホームセンター行って、買っていただければ。いいっすね。ホームセンター楽しそう。だから、そこが結構なんか、ディグる意味でいくと、うん、こう僕ホームセンター好きな理由なんですよね、うんうんうん、地元の人が普通に使ってるものがあるっていうか、はい、日本にわざわざ輸入するほどじゃないものが、まあ、置いてあるっていうか、うんうん、まあ、これもそういう、まあ、このブランドストーンに比べたら多分ブランド力が弱かったのか、こっちはあんまりそんな入ってきてないんで。ちなみにね、こっちはオーストラリアメイドじゃないんですよ。でもこっちはメイドインオーストラリアなんですよ。どうですか？なんか、ロッシュがなんか可愛く見えてます。そうでしょ。なるほど。そうなの。つまり？つまりね。今日のまとめは？
なんかやっぱりその土地に行かないと分かんない空気感ってあるじゃないですか。ある。例えばこのブランドストーンって多分そういう裸足かブランドストーンかったら絶対持ってないでしょ。これ絶対さ、いやね、それ嘘だと思ってますけど俺は。いまだに。レッドインクかブランドストーンかってこれを、はい、多分選んでるじゃないですか。でもオーストラリアでも裸足かブランドストーンなんですよ。うん。だその感じってやっぱり行かないと分かんないじゃないですか。分かんない、マジで。だからさ、なんかフリー&イージーな感じとかってやっぱ実際に行って経験して履いてる方が多分その良さが分かると思うんですよね。いや、もうごもっともだと思います。なんで、これね、もし今、うん、ブランドストーンを検討してらっしゃる方だったり、まあ、この動画見てね、うん、まあ、ちょっとこれ探してみようかなと思う人がいたら、うん、言いたいんですけど、うん、裸足か、ブランドストーンなんで、その点、その想像でちょっと選んでもらえれば、はい、いい、正しい、うん、あの選択になるんじゃないかなと思います。なるほど、わかりました、はい。じゃあまた。じゃあまた。チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、ミッキーさん的には絶対してもらいたい。動画の高評価とか絶対してもらいたい。グッドボタン押してもらいたい。絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで。そうそう。じゃあまた。じゃあまた。